ニキフォロフも27歳、まあ、グランプリファイナル5連覇、ロシアのリビングレジェンド、ビクトル・ニキフォロフ。記念写真いいよ。地発進はロシアのビクトル・ニキフォロフ。ビクトル優勝させるぞ。ロシアじゃニュースになってるわよ。来シーズン休んで進退を考え、コーチとしてはまずユーリが一番好きな食べ物を知りたいな。不安そうな顔してるね。リンクで滑ってる。この街には何がある？好きな女の子はいるの？練習より先にまずお互い信頼していく関係から作っていこう。愛についてエロス。世界中のみんなはまだユーリの本当のエロスを知らないんだ。それはユーリだって気がついていない魅力かもしれない。それを早く教えてくれないか。自分にとってのエロスとは何なのかよく考えとくように。アガペが見つかったようだ。ネクストステージに進めるかな。おはようユーリ。俺をここまで待たせるなんて、アエロフローとか言う。フリーに3種類の4回転入れるのは諦めたら？ OK。 手加減はしない。全力で俺を誘惑しろ。ユーリ、もっと俺を誘うように踊。ユーリ、そんなに気持ちよかった？大丈夫だよ。俺いつも試合の時、若ければ他の選手の結果に左右されるのもわかるが、もしユーリがこのフリーで失敗して表彰台に登れなかったら、俺は責任取ってコーチを辞める。俺は責任取ってコーチを辞める。4回転フリップだ。このロシア大会はユーリに注目してほしい。ユーリは弱くないよ。プロポーズみたいだね。写真撮ってあげるし。俺が今まで触れたことのない。閉まってる時間だから帰ろ。疲れてんだろ。ステージリングだから金メダルで。ユーリ、よく聞いて。これは今言うべきかすごく迷ったが、猛練習やってるつもりだ。金メダルじゃないとキスする気になれないな俺。俺がドキドキするようなの。世界選手権5連覇ぐらいしてもらわなきゃ割に合わない。に復帰するんじゃ前みたいに戻れるか。俺だって全てを。ユーリのショートプログラムが始まる。